一気通貫とは、麻雀における役の一つ。同種の数倍ーーで123.456789と揃えると成立する。門前二小星、袋一小星、一通と略されることが多い。中国麻雀では、清流の名で採用されている。アメリカでは、ストレートと称される。香港式台湾麻雀では、一条流と称される。そして、名流、民論。 意味は袋と、暗流、暗論、意味は門前清の名で採用されている。一万個なら一万個、トンズならトンズ、作詞なら作詞で、一つの色のスーパー一から九までを、すべて一枚ずつ揃えて三つの順子を作った手役で、ある。三色道順と並んで代表的な九枚役とされるが、定義上単野王や三色道順、ちゃんたとは複合しないため、 使い勝手がそれほど良くない役であるとも言える。また、かんばり待ちやへんばり待ちになりやすく、役部分を両面待ちにすると役が確定しないという欠点もある。平和との複合が最も多いが、婚一色や真一色など染めでと複合することも多い。また、稀に面前で一平行と複合することもある。他の多くの二反役と同じく、 面前を崩した場合は食い下がって一半となる。しかし、他の薬と複合しにくいため、袋した場合は安上がりに終わることが多い。なお、薬部分を食う場合は、1.23 4 5.6、7.89の形以外の食いは認められず、例えば2.34の形で食って、その後残りの6パイを集めても、一気通関とは認められない。門前の場合でも、同様に、 手の内で1から9の同色の数パイを1枚以上使っていても1.2345.67.89の3つの順庫がなければ認められないため初心者は注意を要する。また3色同順と一気通貫の両方が狙えるくっつき天パイの形を一般に黄金の一向帳と呼ぶ。パイ姿や詳細は一向帳黄金の一向帳を参照。 一気通貫が確定しているが街が狭いケース町は広いが一気通貫が確定しないケース出来合いのケース袋下ケース真一色との複合。ありがとうございます。